先週実家でごたついたことがあって帰省した時に、小中が同じだった元同級生の男と近所のスーパーでまったり会った。帰ってきてたんだって言われたから、ちょっとネートだけ返したら、やっぱり女が工業なんかで食っていけないって分かったでしょ?と言われた。私が工業高校に行って県外に就職したけど、やめて U ターンしてきたと思ったらしい。その後も、スーパーでずっと後ついてきて、いかに中高の頃の私の考えが愚かだったか。女は結局事務員でもして結婚してパートで働くのが普通だみたいなことを言われた。惣菜じゃなくて食材を買うってことは料理できるんだね。合格と言われたところで、やっとこれ口説いてるつもりなんだと気づいた。女はこうあるべきとか、工業職の人間なんて底辺とか、いろいろ言われて腹に立ってたから、やり返してやろうと思った。そういえば、俺くんはどこで働いてるの?って聞いたら、正直聞いたことない会社名言われたから、後で調べたら地元の零細企業。私は有名企業で働いてるんだよね。国家資格を何個も持ってる。おかげで手当がつくから、年齢の割にお給料良くて。って、勤めて明るく話した。国家資格の本は、数覚えてなくてデタラメ言ったけど、勤め先は本当のこと言った。有名規模で言ったら、小学生でもテレビ CM 見てたら、絶対名前知ってるわって感じのとこ。驚いた顔した後悔しそうな顔で、仕事辞めて帰ってきたって言ったくせに。って怒鳴られたから。え?母の入院の手伝いで帰省してきただけだよ。年休溜まってたから、2週間もお休みもらっちゃったと、キョトンとしながら返した。ガキ通ってくらいの、ボケひんな暴言をまーっと吐いて、勘違いすんなよブース。を捨て台詞に、スーパーから出て行ってくれてすっきりした。思い出したくもない嫁だったクソ女の話を吐き出す。まだ6ヶ月前なので冷静になれない部分があるが、頭を整理するつもりで書く。1年半の結婚生活は金の無駄、時間の無駄だった。結婚なんてすべきじゃないって頭では分かっていたのに、世間の風に流されていた。地元の友人が盛り上げてくれたので、その時は幸せだと感じていた。結婚してすぐに嫁が働いていた会社を人間関係のトラブルで辞めて、嫁は前の会社の人間とは会いたくないと言って、家の近くの卸市場で朝4時から午後2時まで働いた。俺は嫁が朝早く仕事に行った後に洗濯して掃除して出勤していた。嫁は仕事から帰って俺の晩ご飯を作ってと言っても、嫁は料理がうまくないので市場の惣菜がほとんどだった。嫁は8時には寝て朝3時に起きて仕事に行っていた。嫁の仕事に慣れてきてからは仕事仲間と飲んで帰るようになって、食事を用意せず寝るようになった。俺も職種の関係で帰宅時間も一定じゃないし、急な出張もあるので自分で作るようになった。飲食店でのバイト経験もあるので、料理は趣味でもあったので苦痛でもなかった。家に帰っても、嫁は別室で寝ているし、嫁は平日休みで会わないし、ほとんど会話することもなくなった。嫁が休み以外の日には、俺が掃除洗濯していて、嫁が休みの日には、嫁がやることになっていた。ある嫁の休日に家に帰ると、洗濯物や食器がそのまま洗いもされずに放置されていた。嫁を起こして文句を言うと、嫁は、朝早くから働いて疲れている。文句言う時間が、あれはお前がしろと言って寝てしまった。次の日に家に帰ると、嫁とその職場の同僚3人がやってきて、いきなり文句を言ってきたので、仕事の癖で了承してもらって、録画を始めた。嫁さんは働き者で頑張っている。その嫁に文句を言うためだけに寝ているのに起こすのはどうか。人より稼いで、仕事仲間の面倒もよく見てくれていい人だ。そんなに嫁さんを大事にしないなら別れた方がいい。その3人の同僚も嫁より若いがみんな離婚経験者。簡単に離婚を勧めるやつは
頭のネジが飛んでいる。初めて見る赤の他人から記入済みの離婚届を渡された。ご丁寧に承認も記入されていたのですぐに確保。俺は感情的にはならないようにあえてゆっくり過剰書き風に話した。仕事を頑張っているのは俺も同じ。嫁と君たちが飲み歩いているためにこの1年間は嫁の料理を食べたことがない。稼いでいるらしいが君たちとの交際費や旅行代に消えて家計には1円も入れていない。家賃も光熱費も生活費は全て俺が出している。家庭内の掃除洗濯は俺がやっている。嫁の休日の掃除洗濯は嫁の当番。その唯一の当番日に義務を果たさないから文句を言った。それでも都合の悪いことには答えずに嫁さんが稼いだお金を嫁さんが自由に使って何が悪い。旦那が生活費を稼ぐのは当たり前だ。嫁は横で腕組みしてうなずいていた。話しても無駄と分かったのでもう嫁には文句は言わないと約束して帰ってもらった。俺の文句は言わないという言葉で勝ったと思ったのか嫁は二度と逆らうなと言って寝てしまった。義務を果たさずに他人を引き連れて無理を通奏する嫁に愛想が尽きた。一年間レスだし嫁といる理由も見つからないので上司と相談し短距離移動を受諾され、移動先に部屋を見つけて離婚届を提出。1年半の無駄な結婚生活終了。嫁実家に行ってビデオを見せて離婚経過を説明した。家具家電は俺の独身からのものだから持っていった。マンションは叔父複数の不動産持ちから市場の半値で借りていたので管理会社に説明して契約解除を通知。嫁の実家から嫁に謝罪させるから会いたいと言ってきたがもう他人なので関わらないでほしいと言ったら話し合いも終わっていないのに離婚届を出すのは無効だと騒ぎ出したので、最初に離婚届を記入したのはあなたの娘ですよねと言って電話を切った。友人たちにはビデオと離婚経過書を作成して離婚したことを説明した。共通の友人から嫁は説教されて目が覚めたらしいが、離婚成立後に謝罪を受けても意味がないし会いたくないので無視。共通の友人の中には元嫁のとの間を取り持とうとするやつがいたので着信拒否と CO で友人が半分に減った。結婚なんて男には何もいいことがないことがはっきり分かったので、もう二度とそんなバカなことはしないと思う。